おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。よくですね、海外に行ったら英語が上手になるっていうことを言われる方もいるんですけれども、それで直前まで、なかなか準備をされずに向こうに行って大変もちろん苦労されるわけなんですけれども、日本にいても海外にいても英語力を伸ばすという点については、語彙をしっかりと覚えて文法を自分の使えるレベルまで、習得して、それを自分でしっかりと使える、そしてたくさん英語を聞いて耳を鳴らして、いろんな自分の弱点、例えば単語がつながって聞こえるところであったり、正しい発音を自分の耳で捕まえることができるようになるっていうのは、日本にいても海外にいても同じことなんですよね。それを事前にやるか向こうでやるか、しかも向こうに行ってからも新しいことを学び続けなくてはいけないわけです。例えば大学院であったり、研究所であったり、仕事であったり、海外赴任であったり、そういったことをされて海外に行く場合には、向こうでその新しい仕事自体、新しい勉強自体をやらなくてはいけません。ですので、できるだけいかに日本でできる限りのことを準備して、さらに向こうで、その仕事であり勉強であり、そしてさらに英語もどうしても学び続けなくてはいけません。ですので、できるだけ、どんなに今が忙しくても、日本語で日本に行って日本の生活をしながら英語を学ぶのと、向こうで新しい仕事であり勉強をしながらさらに英語を学ぶっていうのは、日本でどんなに時間がなくても、その英語の時間をこう習得するための時間を取る方が明らかに、楽なわけですね。ですから、その辺のところをしっかりと考えて、もう大変だと思いますけれども、一日一日、目標を設定して、もしくはほんの数分でも忙しい時は構いません。できるだけ毎日継続することで、それが楽になってきますので、何かを習得したり一気に改善しようというのではなくて、習慣化するように、まずそれを、目標にして、1分でも5分でも関係なく、時間に関係なく毎日やること、その時間配分を決めて、取り組んでいただければと思います。それでは今日も一日充実した時間をお過ごしいただければと思います。それでは失礼いたします。